川田美智子は、日本の女性歌手。本名は、カ沼美智子、父は作曲家の飼沼ヌミノル。同様歌手、川田雅子と、川田隆子は、イフ姉で、長男は、音楽教育家の三代目、飼沼ヌミノル。青山学院中等部、高等部を経て、青山学院大学卒業後に、英国大使館に勤務した。後に、早稲田大学教育学部修士課程終了。 音はゆりか5回の元代表。4歳から、プロの歌手として歌い始め、小笠里子や松島智子と共に、同様歌手、少女雑誌グラビアなどで大人気を誇るも、小学高学年の時に、配信順をわずらって惜しまれながらも引退。川田三姉妹の中では最も歌唱力が高く、様々なジャンルの作品を歌唱、レコード化した。幼い頃から、 ジップのカイヌマミノルが創設した国内で、最も伝統のある合唱団オトワユリカ5階で、音楽教育を受ける。1971年のカイヌマミノル没後、オトワユリカ5階の会長を引き継いだ母、スマコが1979年に、脳一血で倒れると、姉の河田雅子は、オトワユリカ5階の主力メンバーを引き抜く形で、森の基地道合唱団を創設して独立。 これを受けて、ジップの意志を引き継ぐために、オトワユリカ5回の代表となった。この時点での会員数はわずか11名まで激減した。オトワユリカ5回の代表就任後は、英国大使館勤務などで培った堪能な英語力で海外に進出。1982年には、文化庁の助成金を受けて、国交正常化10周年の中国で単独公演を、 実施、その後アメリカ、オランダでも次々と海外公演を成功に導き、国際的にアジアで屈指の合唱団としての地位を確立するに至る。1989年には国連の助力によりニューヨークのカーネギーホールで日本の合唱団として初の単独公演を行い国内外から大いに賞賛を受け、翌年以降、 ユニセフ国際フェスティバルにも日本代表として参加した。なお現在は、長男で、音楽教育科の三代目、貝沼実ミノルが、会長職を引き継いでいる。同様歌手の頃にコロンビアレコードと契約して、歌を出版した。川田道子同様集みっちゃんタッチ、歌は自転車に乗って、加藤翔吾、貝沼実ミノル。ありがとうございます。